線使うときな、俺ずっと光で描いてたから今までな、暗いとこに線使うんだよね。暗いところの線はあんまり抵抗なく弾けるんで、明るいところの線が抵抗あるな。そういう、はっきりとそういう意図を持たないと、前に言ったように、レイフ上のそういう彫り込み、カッティング彫り込むっていう意図を持たないと、明るいとこの線が難しいな。暗いところにばっかり線引いちゃうやん。暗いとこっていうかな、鼻の横とかな、鼻の横に影があるだろ、ああいうとこには線が割とあれするんだけど、明るい空の下のサント・ビクトワールの明るいところのところに線が引くっていうのがものすごく抵抗あんだよ。そこが問題だったんだな、きっとな、線の引き方がな。この水浴図の、セザンヌの、ところに、あれは当然まあ見ては書いてないんだけど、体の横に当然線引くじゃない。まあ書くとき引くわな。そしてもフォルムの線っていうのを引くわね。水彩でもなんだろうな。その線がな、だからあっちゃこっちゃ引くんだよ。あっちゃこっちゃっておかしいけど。あっちゃこっちゃ引いてやるか。光の当たり方に関係なく引くんだよ。それが、印象派を、つまり光で見るとどうしてもああいう線が引けねえんだよ。そういう、彫り込みの線だね。でも意識するとだんだん弾けるようなんだけどな。それはね、生物描いても同じ。生物とか生物、セザンヌの生物で、まあリンゴ描いたりテーブル描いたりするんだけど、そこの線をね、明暗で見るとどうしても分かんなくなる。どうしても分かんなくなるっていうより、分かってても、自分がもしそれをやろうとすると、弾けない。光で追ってる、光で追う限りね、だって明るいところに線引くんだもん。お前が悩んでることはなんとなく伝わってくるけどな、まあ、決まってんのか、明るい方の時に使うとか暗い時に使うとかっていう、でもちょっとそれもなんとなく分かんないんだよね。光で見るときは決まってるよ。でそういうふうになんか理由もなく絵画上に作るときは関係ないよ、木村中太みたいに。でも俺みたいに描写しようと思うと、描写を離れないと思うと、ある理由っていうか、はっきりと理由をつけないと、
一点一点偶然性に頼るってことになっちゃう。セザンヌの絵を見ると一点一点偶然性に頼ってるんじゃないっていうのはもうありありとわかるよな。全部同じテイストしてるからきっとある法則、なんか法則があるんだろうな。でその法則、うん、セザンヌ君に敷いた方がいいな。その法則をゴーギャンは知りたかったんだろう。わあ、もうそういうこと、まあそういうことも含めてだろうけどな、うん、まあなんかあるんじゃないかと、やっぱ誰でも思うもんな、なんか反対方程式あるんじゃないのとかってね。それはそうだよ、印象派がそうだから、かキュービズムがそうだから。それからそれぞれマーチスでも誰でもそれは自分で。その方程式を解こうと思うから、延々とそういうことに、こだわっていくんだろうから。たまたまできましたっていう絵じゃないだろう、みんな。そういうことをやってるんじゃないな。堤防で釣って、あ、釣れましたっていうような釣れ、マグロを釣ろうと。マグロを釣るにはどういう仕掛けでどうやったら釣れるかっていうことを一生懸命、解こうとしてる、うん、歴史はな。まあでもだいぶそうやって糸口はつかんだから、まあまあそのうちにあっと言わせるやつ書いてやろうとは思ってるけどね。今はまあまあ、ある意味じゃ描写に徹して素直に描いてるけど、そのうちに、やってやろうと。うまくそれがこなれていきゃな、スキルが。だいぶ、まあ、手がかりっていうか、ちょっとずつほぐれてってるっていう感じがする。少なくともそういう線の意識が、ある、まあ、自分で、まだそれは確定はしてないけど、そういう意味で線が引け、まあ、つまり、意味を込めて線が引け出したから、まあ、それでもうまくいったりいかなかったりしてるけど、まあ、前の線とはもう全然違う、恣意的な、あ、ここに欲しいなっていうような線とは違う感じにはなってきたな。もちろん愚痴は。いや、おそらくじゃあ、もうそれはそれでやらなくちゃ。うん。途中でなんか、抽象やってやろうとかなんとかって言わないです。それでよし、やらなくちゃ、もう。いや、そういうことだと思うけどな。いや、抽象もやるぞ。いや、まあ、まあ、いやって言ったら、俺、否定の嫌じゃなくて、まあまあ、今ちょっとご飯だから間に話聞いてて、それはほとんどなんか、愚痴っていうのは対象に対しての線だっていうふうに俺には聞こえたけどな。うんうん、対象に対しての線だよ。抽象も対象に対しての線。俺の抽象は違うだろ。俺の抽象はものすごく、ある時から線がないじゃねえか。ああ、もちろん、それに線が、もちろん線が入ってくるよ、これから。線は、時々、入れてんだよ。時々トライしてんだよ。ホライゾンのやつもな。まあ、お前は見てないだろうけど、
線はた、あの、トライしてんで、あの、ホライゾンで、あの、水平線のところで、あの、点線にしたりさ、まあ、あの、いくつか作品があって。抽象も俺対象あるよ。俺の抽象は、はっきりと対象がある抽象。抽象っていうか、その、なんていうかね、俺の抽象は、何もないもんじゃないよ。俺は円とか水平線とか、そういう具体的なものを、俺の画集見てくれりゃわかるけど、はっきりと対象あるよ。だから非常に具象的な抽象だと思うけどな。ちょっと僕は、抽象自体にもちょっと僕の言葉の概念がちょっとはっきりしないから、お前の話だけ聞いておくけど。うん。光とか、空間とか、ホライゾンとか。ならもうそうですね。線があるって言っても使うって言ってな。なんとなく概念が広がってきたけど。なんかことじゃないんだ。俺の書く抽象はことではなくて、ものだからな。まあいいや。抽象的なもの。呼んでるし、対象が具象と呼んでるけれども、まあ、中身は同じだと、ということだな。だったら線があってもっていうことだ。だから線が、線を使うんだっていうふうに言ってると。前に俺が抽象に入った時にそれは言ったけども、木やなんかを全部具が全部なくなって水平線になって、その水平線が縦になったら抽象になっちゃったっていう話で、ずーっと俺一貫して物から入ってる抽象だから、いや、そういう流れは知ってるけど、今話してることはなんか具象のいわゆる具象と呼ばれる対象があって、対象をどう捉えるか、そうそうそう、線がどうするかっていうことを言ってると思ったから、俺はね、今聞いた5分前から、もう話は具象なんだなと、対象がある話してるんだなって聞いたら、いや、抽象の方もっていうから、ちょっと俺はぼやっとして、実際とそういうふうに話し広げられると、ちょっともう、ブラックなってきた。お前の話を聞くけどな、ほとんどの最初の5分間で、まず線はなとかっていう話から、お前の具象会話今やってんだなっていうふうに聞こえたけどな。今具象やってるね。でも抽象、もうやる。当然。それは、ある意味じゃ当然のことで、光と空間なんだから、まあ光も、ものではなく光と空間と、そういう具象だということだ。まあ、ことではないんで。あくまで、対象だよ。ものだよ。ものの描写だよ。光の描写であり、空間の描写だよ。意味とかそういうことじゃなくて、ものの描写をずっと。まあ、ほとんど、ずっとそれは外してないつもりだけどな。一時ホームに行った時は、いや、俺はね、ファッションハンガーの抽象化っていうふうに、外すからもっと話せ、それ一緒に話されると俺の方が聞き手の側がちょっと混乱しちゃうんで、もともと話してた方をずっと話してて、今まで言ったのは全部分かったよ。もう全部話してしまったのかもしれないけどな、だから俺の抽象は
ここに光があってって、ここに光があって、ここにこうなってっていう、そういうふうに書いてるわけだから、四角っぽいのも、具体的な、こう、ものを設定して、こう、縞模様があって、縞模様の間から光があって、この縞模様がずれてるというふうに、具体的な、場を設定してやるわけだからな。ここに白い赤いパネルがあって。一番最初は線の話だったじゃないか。だから線は光で暗いとこの線は引きやすい。光で描いてる限り。元はそういう話だった。うん、光で描いてる限りな。でも明るいところ、そうやって話してるから、それは具象の話だね、うん、って言ったら、いや抽象でも、そう抽象でも、そう抽象でも暗っぽいところの、ここに俺は舞台で、でも、けど最後に俺が見た抽象っていうのはね、お前は虹だったの、ああいうのどこに線を使うの？あれは虹は光だから、虹は光をあれするから対象が違うじゃないか。虹はど、に、無理やり使えって言ってるんじゃないんだよ。いや、虹はフォルムがないじゃないか。まあいいよ。無理やり使えって言うんで、俺、こうやって振ったんじゃねえんだよ。例えば、空と海とか、こういうフォルムが違うじゃないか。なんか空間と形が。だから雲なんかは当然線は使えないよ。でも、ここに大地があって、海があって、空があるっていう、ここにかっちりとフォルムがあるものっていうのはさ、空と海ってあるのに、ぼやっとしてるだろ？光ではぼやっとするじゃないか。水平線上の、空と海との境目っていうのはぼやっとするじゃない。それから、人物でも、明るいところに、頬の横の明るく光が当たった頬の横と、明るい向こうの、まあ、空っていうか、明るい、向こうのバックのこの境目っていうのはさ、線が引きにくいじゃないか。でもフォルムはちゃんとあるわけだろ。まあそういうことな。引きにくいとこと引きやすいとこ、そう。影の暗いところには光で描く、癖がついてる人は、暗いところには線はすっすと、あんまり抵抗なく光る。話の最初の意味は分かったよ。暗いところに引けるけど、明るいところは引きにくいなって。引きにくいなっていう。でもそれは空間を意識すると引けるんで、これ光だけで見てると、もうなかなかあそこに線が引けないっていう。空と海が、ぼやっと同じ明度ぐらいで続いてる時とかさ、そこに線っていうのは引きにくいじゃん。光でか、印象派の人たちは。印象はどうって引かない。それは引かない。光だから。だから光で見る限り、あそこに黒い影はないんだから。線を引くのにものすごく抵抗がある。でもそれを、そういうふうに、光じゃなく、レリーフ上に彫り込むと、フォルムを彫り込むという意識だと、やっと、まあ、線を引く、まあ、理由が立つっていうかな。
今まで俺はものすごくそれは恣意的にやってたんだけど、やっとなんか一つ線を引く手がかりっていうのが、明るい方の線だね。特に明るい方の線に、セコデさんやるときにさ、暗い方でキュッキュッとこう当たりをつけていくのはものすごく楽じゃないか。なんか普通そうするね。でも明るい方にぐっと線引けないじゃないか。物に、影にくっつい、影に暗いところがあるから、非常に線的には、使いやすいんだけどな。あまり抵抗ないんだけど。この間のからの、ずっと、話の続きなんだけどな。その、空間だな、空間とフォルムだな。やっと光、俺は光オンリーで大体来たんだけど、それから空間は大体平面に置き換えるということで、来たんだけども、ここへ来てその空間の問題が、セザンヌの、分析っていうか、そこら辺から空間が入ってきだしたっていうことだね。ただそれは、とについたばっかりで、ちょについたばっかりだから、これから少し、当然、線とか、そういうのが入ってくるだろうな。それから、こんなところに影がないのに影、暗いのがあるっていうようなものになっていくだろうな。そう、お前は今、話してることだからな、俺は聞いてて、これなりに、想像して、当たってるかどうかわかんないもんな、お前の話してることと俺が想像することが。見るのが一番早いんだけどな、お前の絵を。これは、いずれは見るだろう。いずれは。これは、差し棒っていうのを持ってこい。この線は何って聞くから。いずれは、そういうのが出てくるだろう。嫌味で言えない。お前がそうやってせんって言うわな。きっと俺はそうやって見るだろうと思うんだ。お前の話聞いてるとね。もう、ここはうまく線引いてんなとか、こんな線はな。どっち側につけてんだろう。絵画上ではどういう意味があるんだろうとかって、そうやって見るかもしれないし。多分、怒られそうだから、たまに。書けなかったよ。前から言ってるように、張りがかりがないんだから、どんなにやったって書けなかったよ。もう自分でわかる。意味が分かってないね。そうやって。やっとそういうふうになんか、なんていうの、それなんていうんだよ。後ろにこう、ちゃんとこう、理由がくっつき出したってことだな。なんとかがないっていいじゃないですか。なんて言うんだっけ。理由がないんじゃなくて。なんかがないんで。長いな。65年か。いや。俺は、ずっとお前のこと知ってて、決着つけてくれ。いや、これが、いや、決着は つかなくてもいいんだよ。網かけてりゃいいんだ、こうやって。網をだんだん絞り込んで、少しずつ。俺が、
こういう何かをやろうとしてるってことが分かればいい。まあね、この網の中に何かがいるぞっていうのが出てくれば。そういうもんだろ。あのセザンヌだってお前あの晩年の何点かがなきゃさ、それは分かるけども、あれ全体であれを一生かけてあえて絞り込んでいったわけだ。50ぐらいで死んでてみな、セザンヌが。ありません。まあ、マーチスもそうだよね。だから最後に何点かできるやな。全部が正解になっていくから。みんな、もうそれは絵描きの場合。うん、全部が、それの過程の、あれで、全部が正解になっていくからな。そんな、あの、最終コーナーっていうか、やっとや、4コーナー来た感じだな。目が悪くなってな、手が悪いって、しまいません。あの、その彫り込みの線が引けるとな、線とかそのなんだ、セザンヌのあのキュッキュッと彫り込む、あの、型ぼかしの、まあ、線っていうか、あの、まあ、線だな。線も型ぼかしの線だな。そういう、線っていうのは、つまりある幅を持った線じゃなくて、片っぽがキュッと立ってて、片っぽがこう、すっと勾配のある線な。ぼかしっていうか、そういうのが使えるとな、俺ちょっとアイデアあんだよ。アイデアっていうか、俺が描きたかった、ドスタールやマチスみたいな色彩を使ってさ、で平塗りっぽく、あるいはゴーキーのあの薄いやつがだろう、ものすごくおつゆで描いたやつ。あの、熱いやつじゃなくて、もうものすごい、もう、そう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 。あんだろう。あれでな、岬のな、緑の草の上に一本木があって、向こうに、岬のちょっと高い崖の上に、あって、今書いてるんだけどな、その、トモロ岬の。
それはすごく具象的に書いてんだけど、それをな、その、ロスタールやさ、ああいうふうに色彩で、薄書きで、パーッと書いてさ、ほとんどあの、おつゆの、もう本当に、おつゆか、あるいはロスタールみたいに厚く塗ってもいいけども、まあ、色彩だな。緑と、ブルーと、しか空と。そこの、崖と木と、海のところに、はっきりとフォルムをつける。あの、のように、あの、そこに、色彩だけでバーッとやるんじゃなくて、そこに、ちょっと、あの、レリーフ状の、あの、線が入った。そういうのやったら、なんか、良さそうな感じすけんな。それでうまくいけ。うん、いや、お前に悪口言ってもやめないからな。きっとやるだろうと思うから。うん、やらせてくれ。それきっとうまくいかねえ。そうだ、思ったな。あれな、色彩だけでや、あの、線を使わないで色彩だけでやるとな、なんとなくね、あの、どっかで見たような絵になると思うんだよ。あの、よく色彩画家はみんなそうやってやるからな、特に芸大生は。あの、もっと多分、勝者なっていうか、都会的な色を使うだろうけど、俺はもうちょっと、あの、魔術みたいな、もうちょっとこう、グリーンとブルーと、あの、ああいう感じで、あの、行って、そこに。戦場、うん、あんまり欲張らないよ。いや、だいたい、それを狙ってんだよ。それを、今やんないよ。今やんないけど、将来そういうふうに持っていくかなと。俺が死んだ後それが芸術の素晴らしさだ。限界がないんだ。いやいや、命は限界があるんだぞ。だから死ぬまでそういう限界が素晴らしい。無限の、無限にあるものと、ね、どっちも無限にあるものとしての物語だから今話してるのは。あの、描写していくとどうしてもね、色彩がもう不満になるな。緑は俺の見てる海と空の緑は、海なんか真っ青なんだけどな、ものすごく青く綺麗なんだけどな、グリーンと。どうしても描写するとこう、写真の、まあ写真見てわかるように色彩がどんどんなくなっちゃうっていう。どうしても明暗使うと色はあの落ちるな。平塗りが一番綺麗で、色の対比が一番綺麗で、緑なんか彼の分見てないもんな。大体目はな、緑見てると。思いを破られどんどんなんだよね。俺はもう木なんて書いたことないから、どうやって書くんだろうって書けて言われたら、本当俺なんかどうやって書くんだろうって思って、
いや、あいつは焼くんだよ。焼くの、うん、それは大したことだよ。大したもんだよ。焼くんだけどな、焼くところを画商に見せんだよ。ああ、それもちょっと若しね。まあでも、彼が言ったことも残ってるからね。3枚かね、1枚かねるって言ったよね、意味がね。やっぱり三者をね、見くぐらい見てんだよ。これで、その中の一番のやつ、一番、あ、これが一番、俺がだから今ね、1点だけね、ちょっとうまくいったのがあるんだよ。それは偶然っていうか、まあちょっとやってみようと思って、少し停滞した時に、ぐっと踏み込んでいったら、意外とうまくいってさ、廃道の入り口のところに、廃道っていうのはトンネルが崩れてそこは廃道になってんだけど、そこまで昔の旧道が、道路が、あって、ですから今はちょっと広く、岬の前に広くなってんだけど、そこから廃道のところに車止めの石があるんだ。その石は自然にそこにあるんじゃなくて、多分そこに廃道化するときに工事で入ったやつが最後に大きい石をそこにゴロンと二つ置いたんだ。その石を描いた絵が2枚描いたんだけどさ。そっちの1枚の方は線は入れてないんだけど、2枚目の方は、線を入れたんだ。石の部分と、まあ、部分的にところどころにね。ほんで、どうかなと思ってずっとほったらかしてたんだけど、ここへ来て、そっちが画前なんか、よく見え出してさ。まあ、それはもう完成させたんだけど。今、具体的に線が入ってんのはそれ言ってんだけどな。で、それから少しずつ、すごくは、なんだ。わからないように線を入れるっていうか、線には見えない、ように線は少しずつ入ってきてんだよ。線には見えないっておかしいけど、昔はな、海と空の境目は全然何もいじってなかったんだけどさ、光だけで。そこをスーッとちょっと、やっぱりエンジンを立てるっていうか、はっきりと海と空と、こう、区別をつくように、まあ、ある意味は線的な意識はすごく強くなってな。前はエッジをぼかしてたんだけど、最近は少しちょっと、まあ、意識がちょっとずつ、変わってきたかな。まあ、そのうちに線は、だから、平塗りになりゃどうしても線使わなきゃ、線か塗り残しか使わなきゃ、平塗りの場合は、どうしたって書き割り状になるからな、平面がな。なんとかしなきゃいけないから、それは絶対使うようになるだろうけど。
そこら辺の、なんだ、つなぎっていうかな。今はまだ、向こうで書いたやつの前のやつを今こちらで完成させてるから、まあそのうちにだんだん慣れてくれば、慣れてくって書き枚数が増えてくれば次第にそういう風な状況になっていくだろうとは思うけどな。そういう意識がこっちにある限りね。お前。なんか喜びを感じてるってとこが。今俺の絵見るやつが見たら、うわーって言うぞ、絶対。いや、まあ、わーって言うって。お前の昔のことを知ってる人、ただ知らなくても、わーって言うって意味？いやいや、うまさがわかるやつだな。素人はちょっとわからない。このなんか、つまり。いや、絵描きで、こう、絵描きがボランティア、坂本半次郎見たら、わって言うじゃないか。ボランティアの絵をなかなか素人はわかんないよ。うまいな。わかんないな。うん、いやいや、それは、同じように見てるけどね、やっぱそれは見てるとこは違うからな。うん、おあつらい向きにね、日産からキャンバスいっぱいもらったからさ、ああいう号機のああいう絵もさ、惜しげもなくなんかやりそうな、なんていうかな、あれまくりでも良さそうだもんな。ああ、言えだ。それがしっかりしてたらね、まだ言えない。